坂本は風呂入ってもろて。え、でもどうなんだろう、なんか最近は入ってるイメージですけど、どうなんですか入ってないのかな。スイちゃんは入らないことないの。え、正直な話すると夏場は絶対に入るけど、例えば冬で今日一歩も外出なかったなみたいな日はお風呂明日でいっかみたいな感じで翌日に入ることはある。え、どうどう、これって普通？それはわかる、よかった危ね危ね、スイちゃんまで風呂入らないイメージつけられたらどうしようかと思ったわ危ね危ね、そうだよね、みんな割とそうだよね。しかもさ、そのお風呂入った後がさ、めんどくさいんだよね。割と入るのは別にいいんだけど、入った後に乳液を塗るだの、パックするだの、化粧水塗るだの、その後髪を乾かすだのがめんどくさくて、お風呂って置く。お風呂って本当にめんどくさい。スイちゃんロング？あー、今ショートですけど今ショートですけど、まあまあまあ、普段は割と ロングですかね変幻自在だからね、そこら辺はね。ねえ、めんどくさいんだよね。でもさ、乾かさずに寝るとさ、翌日髪がブワーってなってさ、余計その髪の毛をきれいにするのがね、めんどくさくて、だからなんとか前日のうちにやるんだけど。でもね、今日はね、もうね、お風呂入った。今日はもうめんどくさいことをすべて終わらした。明日仕事だから